えー、皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。えー、今回ですね、えーまあ、もう今はダホンの、ね、スマッシュヒットと言われます。あのダホンの K3 ですね。2022年型として、えー、発注かけておりましたものがやっとこ来てくれましたので、えー、それに関してのご紹介でございます。 まあ、というところですけどね。21年型と22年型は何が違うんですかって言ったら、うーん、何でしょうねというようなところですね。ちょっとね、タイヤが変わったような印象はありますけども、まあ、それはもういわゆるランニングチェンジと言われているところで、まあ、実質的なモデルの変更点はないですよ、というようなところなんだろうなと思います。で、おまけに今回来ましたのが、えー、ガンメタルブラックですね。 それと、レッドブラックと、あの、色まで同じというようなところでございました。ですから、あの、積極的にね、メーカーさんも、あの、モデルを変更して、うんぬんということは、もう、線でもええわというようなところに、まあ、なったんでしょうし、まあ、それやりたくてもできんというぐらいな生産状況の中で、えー、頑張ってくれているということなんだろうなというふうに思います。えまあ、なんかね、あの、これももう、 世に出てからもうやがて5年目ぐらいじゃないですかね。あのー、もうなんかこう打本を代表するモデルになんか成長しちゃったなという感じがしますし、打本じゃなきゃやらない。打本じゃなきゃできないと。 いいいいうようううよなな次元ででね自転車ができているんだろうなというふうに思いますこれはね、某は自転車メーカーさんとお話をしているときに、あれこそね、ダホンが作るべき自転車だと思いますよとかっておっしゃったことがありまして、それは非常によく覚えてるんですけども、そういう切り口で見ればね、やっぱりその、何て言うんですかね、いろんなところの技術的な蓄積もあり、えー、新しいものにチャレンジしようという取り組みもあり。 で、なんかこう、実にしたたかにね、あの、モデルをこう、着実に育てて、満を持して出してくるというところなんかは、さすがだなというように考えるわけでございます。で、うち的にはね、やっぱ自転車を畳んでね、あれこれしましょうと、やってほしいというような頭でね、えー、お店をやっておりますので、えー、そういう意味では、ブロンプトンとかダブプラスにね、匹敵するぐらい畳んでなんかしましょうという気にさせる。 えー、その上でね、こんだけ走ってくれればいいじゃんというようなレベルの走りも見せてくれますというところでは本当に奇跡のような一台だなというふうに思いますので、えー、ぜひぜひね、あのー、お問い合わせをお待ちしてますし、何回も言ってますけどね、自転車にのね、折りたたみ自転車の走行性のうんぬんというようなことに関して言うと、まあ最終的にはね、人間ですよと。 いうことになりますし、その人間が頑張りゃ結構いけますねというようなレベルで考えればですね、もう20インチも1 0インチも大して変わりゃせんのじゃないのと僕は言えます。で、そういうようなね、えー、切り口で物事を見れる。で、14インチ買ったらね、走行性能がまあ足りねえじゃん そこは人間が頑張って補えばいいんじゃないのって言って人間が頑張ってくれる。そういうような精神構造を持った人はですね、この自転車は非常にハマると思いますので、えー、ぜひぜひね、えー、ちょっとね、怖いもの見たさであのお店に来ていただければ、まあ、実際使用できるものもありますので、ご案内したいなというふうに思います。お待ちしております。